まってるみたいだな。みんなこっちだよ。栄養士のお兄ちゃんにパイモンちゃん。いや、話すと長くなるんだが、バーバラとリサの話を聞いて分かったんだ。私の意思とは関係なしにクレイは必ずそこに行くだろうと。クレイの性格なら私たちもよく知ってるからね。この子を引き止めていつの間にかいなくなってるより許可してあげた方がいいと思ったの。セピロス騎士クレイ、外出を許可する。やったー。でも条件があるの。その代わり私も君たちの旅に同行する。騎士団の執務はガイアに一任してきた。最近はいろいろと忙しく席を離れている場合ではないが、クレイがどうも心配でな。だから私の同行を許可してほしい。もちろん、ジン団長が一緒なら心強いしな。おねえ、ジン団長に私も一緒の方がいいって言われたの。不吉なことは言いたくないけど、もし怪我人が出たら私の助けが必要になるでしょ。今回はバーバラの世話になりっぱなしだな。バーバラお姉ちゃんとジン団長、ありがとう。クレイ、ちゃんと言うこと聞くね。クレイ、いつもそう言うが今回は特に気をつけるんだぞ。そうだ、君たちと一緒に旅をすると聞いてリサがこの袋をくれた。開けると新たな道を見つけられると言っていたが。新たな道？クレイを面倒ごとから遠ざける方法とかか？リサは島に着くまで袋を開けてはならないと言っていた。何かしらの危機を脱するための道具なのだろう。さすがリサさん、いろいろと考えてくれてるんだね。それじゃあ次は詩人さんを探せばいいのかな。さっき周りの人に聞いたんだけど、詩人さん今日は広場にいないみたい。風立ちの地に行ったみたいだよ。よし、早速風立ちの地で吟遊野郎を探そうぜ。